この続きなんですけども、映画中、テーム、モアノム、プリューというんでしょうか。あんまり、よくわからないなと思いました。まあ、パッケージは載っているんですけども。あと19番目ですね。光浦243万円、友近195万円、月収そんなにもらってないという記事なんですが、友近、CM6 本やっています。司会からは所属事務所が人力車だから高いはずとツッコミが、しかし光浦さん首を振ってそんなにもらってないですけどというふうに書いてあります。南海キャンディーズ、いずれもまあいろいろあるみたいなんですけども、経費込みなら予想月収ぐらい持っているでしょうが、手取りはそんなにないはずです。友近でも150万円はないと思います。 CM は1本で1000から1500万もらっているはずですが、吉本側の取り分もありますからというふうに書いてありますね。森三中も年収にして1人150万ぐらいと聞いていますというふうに書いてありますね。という感じですね。ここで一回聞いたいと思います。